皆さん、こんにちは。今回はですね、表題にある通り、チームブラジル代表を使って、ネイマール、戦術のオプションの一つ、そのままネイマールですね、戦術ネイマールという、その作戦を見ていこうと思います。どういうことかと言いますと、ネイマール、ステータスこうなってますが、非常にドリブル突破、能力高いですね、シュートまで行く能力が。で、リアルのサッカーでも、1試合あたりのドリブル突破数、ネイマールだけ、1位ネイマール、2位メッシで、メッシが1試合あたり 3. 何回とかに対し、ネイマール 5. いくつかで、もうメッシの2倍弱、2位のメッシに2倍弱の差をつけてドリブル突破していると。それくらい圧倒的なドリブル能力を持った世界一の選手ですね。で、そういう選手が1人いるとどうなるのかというと、もう、とりあえず攻撃はネイマールに渡せと。まずはそこから組み立てようということで、戦術ネイマール、のようなことが起きてくるんですね。相手もそれを止められないと。はい。つまり、すごいカットインシューターが一人いるだけでも、それがチームの色になって、そのまま勝ってしまうと。はい。現代サッカー、もう戦術が、ある程度研究されて、飽和してくると、また戦術の時代から個人の時代、個人技で、試合を決めると。そういう時代がまた訪れて、またやがてそれが個人技が飽和すると、また新たな戦術が発明されると。で、戦術に追いつくとまた個人技というふうに、戦術の時代と個人技の時代というのが交互に来るのがサッカーの特徴ですね。現代サッカーの。みんな研究しますからね。相手の戦術は。はい。まあ余談になりましたが、ネイマール、これを使うとどうなるか、実際にやってみます。まあ、ゼロバックしたいんですけど、とりあえずこれでまた復習しますか、ゼロバックの。何が変わるのかということで、今自然な4-3-3でしたか。はい。当たり前のフォーメーションですが、このゲームではうまくいきません。はい。ネイマール落ちましたね。あ、これもう突破しちゃいますね。はい。すいません。1点です。今のもう4-3-3。まあ、ディフェンスの時見ますか。はい。ここでアプローチ必要ですが、はい、低いですね、ディフェンスライン。ここにいます。フォワード、敵のフォワードこの辺にいますが、はい。今、中盤が当たっちゃいました。フォワード下がりすぎですね、これ。これだともうペナルティエリアの中入っちゃって、ビルドアップもうまくいかないと。はい、このゲームの特徴ですが、ディフェンスを設定すると下がりすぎちゃって、攻撃参加できない。ディフェンス守備陣もうまくいかない。プレッシングいかない。中盤がスカスカになって、ゾーンプレスが機能しないと。で、敵の攻撃の時間が増えてしまう。これが特徴ですね。よって、改善策として、あ、またネイマール持っちゃいました。はい。ネイマール一人で決めちゃいますね。その前にシステムの話をします。はい。ゼロバック。またやりましたが、こうします。で、理想的なフォーメーションですが、ダニーロ、今シティにいますけどね。パッとしないので、ステータスも、これも、はい、適当ですね、これ。落とします。で、ドグラス・コスタ。元バイエルンですが、今どこだろう ?PSG か。違うか。フェルナンディジョ強いですが、で、ジェズス、はい、ブラジル代表のフォワードですが、この、今もっと有力な選手がここにいますね。フォワードとして、はい、復帰ですね。今中国リーグ行っちゃいましたが、非常に特徴的なフォワードです。ちょっと変えますか、まず。復帰。これも、センターフォワードとして、何ですかね、これ。キック力、非常に高くて。まあ、後の能力低いんですけど、もうキックと、ボディコンタクトでこじ開けて、ジャンプないんですけど、もうそれだけで点を取るという、非常に特徴的なタイプですね。また、ルカクやジルーともまた違うタイプですね。はい。で、フォーメーションなんですが、まあ、こんな感じで、やっていきますか。これで見てみたいと思います。またゼロバックにしました。6枚、上4枚。で、先日ネイマール。本当は、サイドに、ウィングに配置したいんですが、ドグラスとダニアルベスがいるんで、ちょっと、これで、どうなるか。まあ、もう見せましたね。先日ネイマール、今の。ドリブル突破ですね。ネイマールにボールを渡せば決まってしまうと。まあ、リアルではここまで突破しないですけど、中央突破は。まあ、サイド、ウィングとして、
ネイマールで組み立てるというのが、あれですけど、まあカットインですね。カットインシューターです、世界一の。中に切り込む能力が高いと。はい。ディフェンスもそんな熱心な方ではないのかな、ネイマールは。ボールを渡せば、まあ、このゲームだと特にですね、ドリブルが一人で行っちゃうんで、カットインまた。そうですね。これ簡単になりすぎちゃいますね、ゲームが。ドリブル一人で行けるんで。カウンターの時は、まあ、そこまで重要じゃないか。ドリブルできるから。他の選手でも買い聞きますけどね。はい。1対2ですね。買わせます、これで。まあ、リアルよりだいぶ、ここまでうまくいかないですけどね。今、ストライカー右側に配置してるんで、ボールを受ける位置が中央になっちゃってるんですけど、これサイドの方が、より崩しとしては理想的な感じになるのかな。はい。今みたいな感じで、一人でも仕込んでシュート。もうネイマールしか決めてないですね、もう。ネイマールの独壇場というか、パス出せば、ネイマールが持ち込んで OK と。それが全てですね、戦術の。もう、サイドも絡んでないですね。ずっとネイマールになっちゃってます。はい。もうオプションとして圧倒的すぎるんですね。攻撃オプションとしてネイマール、戦術ネイマールが。一人で持ち込んで、シュート成功率も高いと。コーナーキックもショートコーナーでこうやってシュート、カットインですね、今。カットイン。サイドから縦行くと見せかけて中に切り込んで、まあ、シュートが理想ですね。それがカットインですね。今、終了の坂のウィングの求められる一番の能力かもしれません。カットイン。カットインシューター一人いれば、攻撃全然変わってきます。ブルセロもサイドバックなんて上げてみますか。あ、どうですか、ちょっと。ロッキーがヘディング、珍しくないタイプのフォワードなんで、クロスに対しては、弱いですかね、ブラジルは。クロス決められる、ジェズスがいれば決められるんですが、いないので、まあやっぱりグラウンダーでパスで崩す感じになりますね。あとドリブルですか、何より。あとで特徴言いますけど、ブラジル代表の、はい、スピードが非常にあるんですね。ドイツにブラジルの誰か、ネイマール、ドグラスあたり一人いれば、また全然変わってくるんですね、これが。そこがいないのが、サッカーの代表、特に代表チーム、クラブだと必要な選手変えますけど、代表だとそうもいかないので、そこが代表の悩みどころというか、また面白いところでもありますね。新たな戦術を、ハンドしたような戦術ではなく別の戦術を考えなきゃいけないですね。はい。復帰からネイマールと。復帰が潰れ役になってネイマールにパス出してで決めるという。このコンビネーション面白いですね。マルセロも突破ありますけど。マルセロこのゲームだとちょっと能力値若干低いですけど、実際はもっと世界一の左サイドバックと、バイエルのアラバよりも今は優秀という認識だと思いますね。それぐらいの、後半になると非常に効いてくる選手なので、前半で変えるのはもったいないですね、マルセロ。後半最後まで使うべき選手の一人だと思います。はい。この前、レアルでもマルセロ途中で交代させて批判されてましたが、やはり後半生きてくる選手、交代する術はないですね。はい、終わりました。このようにですね、ネイマール一人いると、もう、とりあえず攻撃、ボールを持ったらネイマールを見てパスを出すと。で、ネイマールがどうにかしてくれる。そこから中心に組み立てを考えるという感じで、さっきも言いましたが、カットインシューター。すごいカットインシューターがいれば、まあ、ロッペンとかもそうですね。オランダのロッペン。今、バイエルン・ミュンヘンですけど、カットインできる選手が一人いると、もうそれだけで攻撃が決まってしまう。決めてしまうという感じですね。このタイプ、他にもロッペンの他にも、メッシ、クリスティアーノ、ロナウド、スアレスなど。スアレス、うん、まあそうですね。カットインで、あとギャルスベルですね。特に、一人で持ち込んで決められる選手。一人チームにいるだけでもう、ワールドカップ優勝候補になるぐらい、チームカラーが決まってしまうという。はい。最も重要な、今のサッカーにおいて最も重要な
能力ですね。カットイン、シュート、縦の突破。本来ウィングですけどね。はい。ということになります。